お尻の筋肉っていうのは、お尻の筋肉というのはここからここまでくっついてるんですね。なのでここをしっかり緩めてあげるとかなり効果的なんです。私がわざわざ説明したってことは、めちゃくちゃ痛いんです。そこが詰まってる感じがするんです。知ってますよ、ここ自分がどうにもできない。そうなんですよね、受け方にも。あー、すいません。あー、痛い。ガチガチだね、本当に。切れそう。緩む。これを毎回求めてくれた人がいるんですよ。すごい。こういう世界があるんです。はい。あー、痛い。ちょっとこれダメかも。ストップ。あー、ダメだ。でもそこでしょ、いつもしんどいの。なんか伸びないなって言ってるやつ。そう、そこがなんかね、ギシギシの、自転車で言ったらギシギシのチェーンみたいになってるのよ。なんかここが詰まってるんです。詰まって動かない。それを無理やり動かそうとするから。理屈は分かるけど痛い。そう、分かるんです。はい、じゃあ開けよう。はい、逃げるんで。涙出てきた、痛い。涙するほど痛いよとか出産するほど痛いよ言ってんのに。これ受けてから動画見るとね、もっと楽しくなる。分かる。その痛いの分かる、先生。ひどい人。痛い。あれは反対側。反対側があるんです。動けないって感じになるでしょ。涙が。痛い。容赦ないですよ、そんなの。動画見て知ってるでしょ。知ってる。痛い、痛い。あれが現実なのよ。Hey!
うことはそれはしません。負けない。避ければいい。はい。ストップって言ったらいいわ。やめろ。共通認識事項です。下向き下向き下向き、ちょっと待ってね。はい。でもなんかスッとしてるんですよ。わ、うん、かるでしょ。違う。わかる人にはわかるんだよ。ちょっとの伸ばしてみたら、ちょっと自分で伸ばしていいですか。いいよ。すごいな。ここが詰まって行かなかったんですけど。行くようになったでしょ。全然行く。悔しいな。でもここが本当に硬くて。そう。ありがとうございます。いえいえ、痛めつけてるだけですからね。痛いけど。だいぶ混ざったでしょ。なんかでも取れたでしょ、なんか、うん、今グレープフルーツの皮を剥いた感じね。1回目はグレープフルーツの皮を剥くから痛いのよ。なるほど。でもこっちが左が痛いから、左がね、あ